カルーン・チャン・ドックは、インド国籍のレーシングドライバー。GP2 シリーズでは、オーシャン・レーシング・テクノロジーチームから参戦した。ナレーン・カーティケアに続く、インド人史上二人目の F1 ドライバー。カルーン・チャン・ドック、カルーン・チャン・ド・ホック等とも呼ばれる。フジテレビ会一中継でのニックネームは、走るマハラジャ。インドモータースポーツ連盟の重鎮である、ビッキー・チャン・ドックの息子として、 マドラスに生まれる。フォースインディアのビジェイ・マリアは、ビッキーと同じ連盟関係者であり、婚意であることが知られている。父の英才教育もあって6歳の頃からカートを、始め、イギリスに渡る。その後、ステップアップのため2000年にインドへ戻った。2000年からインド国内のフォーミュラマルティに参戦し、10戦すべてのレースにおいて、 ポールポジションとファステストラップを記録し7勝を挙げた。また、地元のツーリングカー選手権にも参戦した。2001年に東南アジア圏を転戦し、フォーミュラアジアで8勝を記録し、史上最年少で同シリーズのチャンピオンに輝いた。この結果、最も期待されるアジア人ドライバーと歌われ、イギリス海産のカーリンモータースポーツのテストを受け、2002年に 再び都営した。2002年、t スポーツからイギリス海産スカラシップクラスにデビューを果たし、2003年に24戦中19表彰台、内勝都市が8回と好成績を残した結果、2004年に同チームからチャンピオンシップクラスに昇格したが、成績不振のためにシーズン半ばで離脱した。2004年は、ワールドシリーズ by 日産シリーズに、 タター C モータースポーツより4000のスポット参戦をし、11ポイントを上げた。チームメイトは、同じインド人ドライバーのナレーン・カーティケヤンであった。2005年には、フォーミュラルの3.5シリーズに5000出場したが、ノーポイントに終わった。また、2005年から2006年の A1 グランプリに、A1 チームインドとして参戦し、アルマンエブラヒムとコンビを組んだが、 これもノーポイントに終わった。2006年にはその年から新たに開催されたフォーミュラ V6 アジアに参戦。12戦中9回の表彰台、内優勝7回で同シリーズの初代チャンピオンに輝いた。2008年 GP2 のシルバーストンラウンド。アイスポーツインターナショナルから出走した2007年の GP2 にデュランゴチームから参戦した。前半戦はリタイアも多く。 制裁を書いたが、後半戦から速さと安定感を見せ、ベルギーのスパフランコルシャンで GP に初勝利を飾った。トルコでもファステストラップを獲得するなどの活躍を見せたが2位を走行していた中島和孝と衝突し、リタイアとなった。この年はスパでの優勝を含め入賞は5回で16ポイントを獲得し、ランキングは15位にとなった。2008年から、 アイスポーツインターナショナルに移籍。GP にアジアシリーズと GP にメインシリーズの両方に参戦し、GP にアジアのラウンドにドバイオートドロームでは3位、表彰台を獲得した。しかし、その他の入賞は2回で、完走率は半分の13位に終わった。GP にメインシリーズでは、ドイツのホッケンハイムリンクで1勝を挙げた。入賞7回中優勝を含め3回の表彰台を、 獲得し31ポイントでランキングは10位。この年のチームメイトはブルーのセナであり、くしくも2年後にヒスパニアレーシング界1チームで再びコンビを組んだ。なお、この年のセナは2勝を上げ64ポイントでランキング2位だった。また、この年のチャンドックはベストドライビングスタイル賞が贈られた。2009年 GP2 のモナコラウンド11月には、 BRDC に招待された。同クラブのメンバーへの招待、メンバー資格の授与は、インド人ドライバーとして、初めてのこととなった。2009年は、オーシャンレーシングテクノロジーに移籍。イェルマー・バーマンに代わり、2008年から2009年の、GP にアジアシリーズ最終戦バーレーンに参戦。レース1は9位、レース2ではリタイアとなった。GP にメインシリーズでは、 4回の入賞と1回の3位、表彰台で10ポイントを獲得し18位に終わった。2010年、編集3月4日、HRT との契約が発表され、ブルーのセナのチームメイトとして2010年の F1、世界選手権に参戦した。2010年のオーストラリア GP にて、回110を狩るチャンドック、14位で自身初の完走を果たした。開幕戦はレーン GP には、 なんとかマシンが間に合ったものの、フリー走行の3回のセッションをマシントラブルのために全く走ることができないまま予選を行った。決勝はマシントラブルにより一周でリタイアとなった。続くオーストラリア GP ではトップから5周遅れながらもチームと自身にとって初となる感想を果たし14位となった。第3戦マレーシア GP では予選で チームメイトのセナよりも上回るラップタイムを記録し、決勝でもセナを上回り15位となった。第4戦中国 GP では、マシンの重量配分のアップデートのために、改良型の燃料タンクを用いたマシンを投入した。結果こそ、チームメイトのセナに負けたものの、17位で完走を果たした。第5戦スペイン GP ではリタイアを喫し 第6戦モナコ GP では終盤までロータスのやるのトゥルーリの前を先行していたが71周目のラスカスでトゥルーリが仕掛けたオーバーテークにより両ドライバーが接触しクラッシュしたこのクラッシュではトゥルーリのマシンがチャンドックのマシンの上に乗り上げる形となり国際映像でもチャンドックがコックピット内で頭を伏せて危険回避を行っている様子が世界中に放映された 幸い、チャンドックは無事であった。第7戦トルコ GP では燃料系のトラブルに見舞われたため残り5周でレースを終えた。その後も第10戦まで完走を続け、前半10戦中8回の完走を果たした。また、7月10日にインドグランプリのサーキット建設に携わるプシーと契約したことを発表。同グループの大使となった。ドイツ GP では、 自身のスポンサーによるスポンサー料の未払いにより、レギュラーシートを失い、代わって山本サコンが出走した。その後は山本とクリスチャンクリエンが最終戦まで出走したが、チャンドック自身は引き続き HRT に在籍した。9月4日、サーキットラン2010と題した、韓国インターナショナルサーキットのデモ総公開に参加した。使用したマシンはレッドブルのショーカーで、 タイヤは、現行のスリックタイヤではなく、溝が掘られた、ウェットタイヤを使用し、14周を走行した。2011年、編集イタリア GP フリー走行1回目で、チームロータスのマシーンをカルチャンドック2011年3月22日、前年度より交渉していた、チームロータスのリザーブドライバーに就任し、10回のグランプリにおいて金曜フリー走行1回目に、出走した。 ドイツ GP では、ヤルノ・トゥルーリに代わってこの年唯一となるレースに出走することができたものの、この年初開催の地元インド GP のレースに出ることは、叶わなかった。2012年、編集この年に復活した、スポーツカーの世界選手権である WEC に、JRM レーシングから、デビット・ブラバム及びピーター・ダンブレックと共に参戦した。マシンは、 HPDARX-03A を使用し、最高位は5位、ランキングは10位となった。2013年、編集2013年は、FIAGT 選手権を引き継いだ新シリーズである。FIAGT シリーズに EN、セイファースモーターズボートより参戦、シーズン途中で EN、バイタフォームレーシングに移籍。最高位4位、ランキング13位だった。 そのタルマン24時間耐久レースにマーフィープロトタイプスより LMP にクラスで参戦。クラス7位だった。2014年、編集2014年より新規開催されるフォーミュラ E においてマヒンドラレーシングフォーミュラ E チームより参戦。またもブルーのセナがチームメイトとなった。2016年、編集ウィリアムズのヘリテージドライバーに就任。イベントなどで 同チームの過去のマシンの走行を担当する、イギリスフォーミュラ3選手権、編集ワールドシリーズ by 日産、フォーミュラルノー3.5、編集 GP2 シリーズ、編集 GP2 アジアシリーズ、編集会一世界選手権、編集、フォーミュラ E、編集、ありがとうございます。